ペシャルシングルマッチになります。20分一本勝負です。坂崎優香対周囲庵の一戦。さあまだ坂崎選手、あ、今リング入った。かなりビビっております。はい、血がついてますね。周囲庵選手というのは基本的に相手が不気味がある、はい、怖がる、はい、もしくは全く怖がらない、何らかのはっきりした反応を示してくれる、相手がはっきりしたちょっと普通じゃない自分に対して反応を示すことを前提に試合をやる選手じゃないですか、はい、おで坂崎選手って試合前 の、 あのちょっとやり取り見てても分かりますけど、怖がってるふりをしているのか怖がってないふりをしているのか本当に怖がってるのか怖がってないのか分かんないんですよ。なるほど。相手からするとこれはむちゃくちゃ周囲庵選手からするとやりづらいと思います。だからちょっとあの奇襲はそういうのをちょっともう断ち切るためだったような気もします。あ、いい今奇襲になったんですから、はい、なんだ小田さん、小田さんなんだ、はい、小田さん何小田さんの靴を、あ、靴を、これはかなり強烈な凶器ですよ。何をやってるんですか。サイ、あ、カメラマンが、はい、いや、音声さん、音声さん、なんで小田さんのこの靴のスメルを今、後楽園ホール中に、あーでもあっさり奪われましたよ。中野に奪われましたよ。なんだ、あ、捨てた、捨てた。高田さんは今日片足果たしてあげて、そうですね、これ付き合わないですよね。だから中野も、はい、まあ私としてはですね、あの高田さんの靴で何をしたのか、はい、まあ、それが分からずじまいになってしまったのが非常に悔やまれるところです。あとね、靴下を履いてなかったっていうのは、はい、坂崎選手にしてみると計算外だったと思いますね。なるほど。狂気としては靴下の使い勝手いいですから、あの速攻みたいなもんでね。高田さんは石田純一スタイルだったんですね、はい、まあ、あとその雨が続いたんで、わお、思い切りのいい攻撃です。結構体重ありますからね。そうなんですよ。あ、結構ダメージを、これはやられましたよ。これこういう攻撃を自分が食うことは少ないですからね、坂崎選手って非常に飛び技を得意にはしていますが、おお、こういったカウンターを駆使していくしかありません。まあ体格差もありますんで、もともと坂崎選手はそのスラム技やボム技というものを多く持っている選手ではないので、はい、いかに相手の動きを止めて坂崎優香のリズムで一気に飛びまくって勝負をつけるかと、はい、あ、やめてください。後楽園ホールに呪いが充満してしまいます。そうなんです。これは坂崎優香も追走してなんとか浄化させながらこの戦いを続けてほしいものがありますが、オレンジの色っていうのはどうなんですかね、魔除けになるんですかね。あ、どうなんでしょう、使ってみなければ分かんないですね、なんかあの干したオレンジとか効果ありそうじゃないですか。干したオレンジは宗派によるんでしょうね、はい、まだ上に行くの。そうですね、何か周囲庵が坂崎を恐れているようにも見えるんですが、はい、誘われているようにも見えます。そうですね、お客さんがまあ比較的あのいない場所の方が戦いやすいのは戦いやすいですが、まあ一応関わってる身からいくとね、あんまりこう空席を自分から見せることはねえんじゃねえかっていうのもあるんですが、まあこのねインターネット中継自体の弊害ではございますね、はい。なんだこんなところにテーブルが、なんでこんなところにテーブルがあんだよ。誰ですか、しまわなかったの。これ後楽園ホールって書いてると壊すとすごいお金取られます。そうですよ、1万円ぐらい取られますからね。あ、これはどう、これどうですか、これちょっとお客さん気をつけてよ、はい、あののんびり見てる場合じゃないですよ。これから地獄の花嫁が一気に下まで素振り落ちますからね。どうですかね。
しかも許さない。これは怖い。誰か引かれた、はい、誰だ。翔太さんですね。翔太選手か、はい、彼が引かれなかったらもう一段下まで行ってたってことですよね。体を張って、翔太が体を張って、いや、僕は開けて下まで行ってほしかったんですけど。選手の周り大変危険です。多分地獄の花婿候補として翔太選手が向こう入りですか、はい、僕は死にませんって。そしてこれはテーブル、この位置にテーブルをセットしたということは、これいきなりハードコアスタイルになりましたね、はい、エンジョイガールが、まあ、これから、ね、海外でも活躍することを見越して、はい、こういったスタイルもしっかり自分のものにしようということでしょうか。 でもテーブルをクラッシュさせるんだとしたら坂田選手の体重どうなんでしょうね。ただ落差もかなりありますから、さあいけるのか、ハードコア魔法少女ダイブとなるか。すごい、おいや、これは大したもんですよ、あの飛距離もそうだし、体を張った一撃となりました。テーブルは痛いですよ。さあここまではどちらかというとシュウヤン選手のペースで僕には進んでたように見えたんですが、でも大きい一発を返すことができたので坂崎選手ちょっと攻守逆転ですね、はい、まあでもね、問題はやっぱり決着をしているのはリング上ですから。そうなんですよ、リング上でどうシュウヤンにとどめを刺すのか、それともまだまだシュウヤンが隠し持っているものがあるのか。いや、まだまだでしょう、もちろんあのマジカル、あの魔法少女スプラスとかが決まれば、はい、シュウヤンでももう十分3つ取れると思うんですけれども、シュウヤンの方もまだ全部は出してないですから。そうですよね。さあでも坂崎優香としてはここはもう攻めどころというところで一気に試合を決めたいでしょう。だがどことなく坂崎もまだこのシュウヤンに秘められた不気味さというものを警戒している風に見えなくもないです。そうですね、まあ、あのタッグで一度対戦しているとはいえ、はい、手の内はやっぱり普段対戦している選手と比べると分かんないですからね。すごい、坂崎優香がちょっとリーガン状態、エクソシスト状態になりました。恐怖技も持っているんですよ。さあここで動いたシュウヤン、ちょっと一方的すぎましたかね、シュウヤンの方もここで巻き返しておかないと、はい、なんだなんだ、え、なになに、これは強烈、今腰ですね。ですね、しかもエプロンというのはリングのクッションが全く効かない場所なので、はい、あの同じ技でももう倍3倍効くって聞きますね。さあ腰を痛めた後に、うん、やっぱり肩を上げるのが精一杯です、はい、腰を痛めると、まあ、多分フィニッシュ前に決めておきたいマジカルメリーゴーランドとか、はい、ちょっとやっぱり決まりづらくなるでしょう。ああそうか、あこれに対抗しようとしたんだ。なるほど、なんで高田さん靴下履いてこなかったの。夏だからですかね。そうです、いや夏だからこそ靴下ですよ。 まあ、あとやっぱりさっきも言いましたけど雨が続いたんで、あ使い切っちゃったんじゃないですか。選択しなさそうですね。ローリングエルボー、これはよく見ている。さあ得意技ここから持っているぞ。なんだ、うわこれは厳しい。さらにこれコーナー登って、さあシュウヤンが本性を表してくる。そのままコーナーポストに叩きつける変形の小爆にのような技を見せていきました。エビに固める、これエビ固めも怖いですね。シュウヤンの顔面が目の前にある。そうなんですよ、この顔アップで目の前って嫌ですよね。さあこれはエアプリンスピンをかわして、さらに加速をつける。カウンターのトラスティック、崩れ落ちるシュウヤン。さあどうする坂崎、
どうだ、上げるのか、上げられるのか、おー素晴らしい、力ありますね、やっぱりね、ですね。いや彼女はね、細身のイメージがあるけれども、実はかなり力強いって聞きます。スライディングラリアットカウント2。こういうスライディングラリアットなんかも、まあ、彼女のスピードもあってのことですが、やっぱり上半身のパワー、筋力もないと決まらないですから。まあ、立ってる相手に何やんだ、かわした、かわしたが、おお、魔法少女キックを見せました。カウント2。ああでも返り血を浴びてますね、はい、危ないところでした。でもまあ、顔目に当たんなきゃ大丈夫なんでしょうね、はい、視界は奪われていません。ああ、このあれですね、血濡れの手袋がはめられた。この腕で掴まれるとなんか恐ろしいこと、なんか恐ろしい、多分、いや、あら、あ、ならば高田代表の呪いに、あ、靴下あった、あった、えらいこっちゃ。しかもね、これひょっとしたら2回ぐらい使ってるやつかもしれないですよ。よく坂崎選手もつけますね。これでご飯とか食べるんですよね、この右手で。1回ぐらい洗ったぐらいじゃ。さあどうする、どっちだ、危ない、シュウヤンが苦しんでる。かわして、さらにバックの取り合い、おっとっと、キトレフリーも巻き込まれたら大変ですよ。かわしたー、木曽さん、木曽さん、ああ絶対こっちの方が嫌だ、もうこれだけは想像もしたくないですね。でもこれちょっとレフリー不在状態になりましたから、いやーちょっと基礎レフリー、今日の夜の DDT も無理じゃないですかね。そうですね、皆さん基礎レフリーの心配をしてあげてください。さあ今ノーレフリー状態となってしまいました。確実に基礎レフリーのとどめを刺したのは高田代表の靴下です。あ、いや、なかなかのハートの持ち主ですね。ですね、おや、さあもう一度呪いの手袋か、甲田の靴下か、それが交錯する。ああ、お互いに、どっちだ、あ、どっちだ、ダブルダウン、ダブルダウン、でもレフリーもいないですよ、みんな倒れてる、獅子ルイルイです。ああ松井さん、ミサー松井、ここで飛び込んでまいりました、というか恐る恐る入ってまいりました。松井、しかしこれお互い口の中に突っ込んだ状態でずっと止まってますよ。失神ですよ、失神、失神というか本当に体に悪いと思うよ。はい、おい、坂崎、坂崎、おい、とりあえず両選手の意識を確認しています。あー、ガッコングコング、と両者KO かノーコンテストか、いや、あれは多分反射的にゴングを要請してしまったでしょうね。なんで鳴らしたのかは分かんないけど、とりあえず終わらせようと、ね、結構ね、松井レフリーダメなんですよ、ああいうの、あの匂い系が、はい、結構すぐえずくんで。ただいまの試合はノーコンテストの方がノーコンテスト、いやー、ということはですね、この試合の勝者は高田さんということでよろしいでしょうか、ね、ですかね、今後もなんかここ一番で狂気として使われるかもしれないですね。いや、よくないですよ、女子団体の代表をしているのにこういったですね、やっぱ足元の身だしなみというものに気を使えない。いや、そうですよ、はい、あのネオの頃からね、あのちゃんと風呂入れとか言われてましたからね。あ、もうそういうライフスタイルなんですね、いや、シュウヤンもですね、坂崎優香は警戒していたんですが、
さすがに甲田大雲の靴の中までは奥の手でしたね、日本には恐ろしい呪いがあると地獄の花嫁もまさに痛感したことでしょう。こんなシュウヤンの弱々しい姿見たことがありません。恐るべき甲田代表、頼むから靴下はちゃんと洗濯してください。私も食らってしまった。それが敗因じゃ。